今週から来年のクラシックを目指して東西で2歳新馬戦がスタートする。東京は6月1日に芝 1600m、ル、今2日に芝 1600m、メス、と芝 1400m、京都は1日に芝 1600m、2日に芝 1400m、ル、今の計5クラ。東京では2日の芝 1600m、メス、でデビュー予定のクライスレリアーナ、メス、 ミホ、木村厩舎、ルメール騎手に注目だ。皐月賞とホープフル S を制した新種ボバサートルナーリアの3区で、母はイギリス産チャリオット S、シバ・ハチハロンカナダ EP、テイラー S、シバジューハロン、と GI2 勝のシユーマ。決闘のスケールは大きく、順調にトレーニングを進めている。京都では、1日予定の絆ンクダノンフェアレディ、メス、 立党、橋口九車川田騎手がデビュー部位を狙っている。